どうも皆さんこんにちは、千代田浩です。名前だけでも覚えて帰ってください。皆さんお久しぶりでございます。はい、最近ちょっと YouTube めちゃめちゃ休んでたんですけども、社畜でした。はい、もう本当に激烈激務、もう地獄のような日々をね過ごしていて、これねちょっと3時一戦だけ撮ってきました。このステージね間に合っちゃうんですよディフェンダーよりも。なんでワンチャン裏行くようにします。僕は行けそうなキャラならね、これがニカとかやったらあんま行きたくないなと思うんですけど、ガープぐらいやったらいけるかなと思って行ってますね。案の定取れそうやったんで、まあ大正解やったんですけど、いやね本当にもう仕事が忙しすぎて休憩なかったんですよね。ほら僕普段ね動画出すぎてよく仕事の休憩中に撮ってきたやつを後で解説しますって言ってやるじゃないですか、僕のお箱なんですけども、それができなかったんですよ。要は休憩がなかったんで、それがちょっとできなくてね、投稿も間に合わない。まあね、ちょっと仕事疲れて家帰ってきてからフルで動画撮るってもなかなかね、ちょっとこうハードワーカーだじゃないですか。なんでちょっとお休みしてたところはあったんですよ。ただね、まあこの29日ですか、お休みいただいてるんでね、ちょうど超フェス発表会がね、今日の8時からあるじゃないですか。なんでまあまあまあこれが楽しみでね、まあ僕も見届けようかなと。でちょっと今日のうちにね、全然僕リーグとかやってないんでスコアも全然ないので、まあちょっと試ようかなと。バトルポイントもね140しかなくって、本当にゴミなんですよね何もこう進まないっていう、でこっからね、何でしたっけ、このアルベル&ゾロと戦うんですね。ここがねもう激戦で、もうまあジャスカ取られるんですけど、取り返してスペクトルルーンで、無敵をねこう突破して倒すことができるんで、やっぱねこの3時の多段ってのはね本当に貴重ですよ。どちらもね3時にとっては苦手なタイプなんですよ、ゾロも、アルベルも。今のブフバーストね、なんかタゲ向かなかったから心配やったんですけど、まあ、結果オーライだったんで良かったんですけどね。いや、でも、なんかこう、良くないですか？こう、ね、サンジ、ゾロと、誰でしたっけ、アルベルとこう渡り合えるっていうね、なかなかこう、激アツな試合だったんで、ちょっと皆さんにお届けしようかなと思って。で、ここがね、まあ、味方にも実はガープがいて、なかなかこう、珍しいね、キャラセレクトな、まあ、8人だったんですけども、いやうちのガープはね全然違います。やっぱ強いですよ本当に。こっからね守ってくれるんで、僕ねこの後ちょっとね下手こくんですよ。でもそこをねしっかりガープさんがキュッとねこう締めてね勝利に導いてくれるんで、まあ、これがやっぱ普段ねやっぱやらなかった、このやっぱほんまにこの5日間ぐらい僕まともにバウンディやってなかったんで、そうなんですよね。これね無駄回避の後は無敵スキルのはずなのにスキル売っちゃうっていうね。ただガープのね通常が吹き飛ばしなので、しっかりこうフォローしていただいて、まあ、最後勝ちにつながるって、もうこれもう全部ガープさんのおかげですね。ありがとうございました。ということでまた明日からね動画投稿しますんで、楽しみにしていてください。お相手は千代田浩樹でした。それでは皆さんさよなら。